本当に出るはいかないのか。私は、役立たずだから、ここに残る。大丈夫、ミエルに任せた。そっちにはルラもいるらしいし。私の先輩だからね、帝オーラなしでもあの虚構迷宮のオーラを利用してソフィアちゃんの応急処置をしてくれてるし、本当私より優秀だよ。ルラ様は優しいのに、なんで次の代の慈悲王はこんなにも無慈悲なんすかね。甘やかせるのと優しいは違うからだよ。無駄話はほどほどにな。この間にも虚構迷宮内は戦っているんだ。早く合流しないと。早い、ネス、早く行くよ。そんなに早いなら抱っこして欲しかったっす。さてと、まだ月下様たち寝てるし。私も寝よう。と思う。かっこいいこと言っておいて面倒くさかっただけだったんだ。オーラの流れは分かっていたけど、空間限度のオーラの波を理解して利用するだけで消費なしでここまでの速度を出せるなんてな。オーラ、奥が深い。遅いな。まあ、その間にこっちもやっておきたいことあるし、いっか。とうとう無双とかしちゃうのか。俺、寝るも倒せたしな。絶対に、俺、なんかやっちゃいました。手煽ってやる。人生に一度は言いたい言葉だしな。はと、無事だったのね。よかった。せっかも虚構迷宮から無事出てこれたんだね。よかったよ。それなんだけどね、虚構迷宮内から出てきたのは分かっているのだけど、何をしていたかは全然覚えてないの。隠蔽されたか、情報漏洩防止ってわけね。迷宮なわけだしそれもそうか。それで、迷宮から出てきたのは石化だけ。何人迷宮内にいたか覚えてないのよ。でも私と同じように迷宮から出てきたって人は結構いたわ。つくよみさんとロイドさんがうまくやってくれたんだな。メリアもいたし、うまく連携が取れたのかもしれないな。メリアはいるか？いいえ、見てないわ。何か変化はなかった。ここは特に何もなかったよ。おかげでバハートちゃんも無事治ったよ。ハクも無事でよかった。石化と一緒に待機してるんだぞ。二人はペナルティで一般人と変わらないんだからな。ねえ、本当にまだ治ってないの。数時間も飽きたよ。もう痛くないのに。血管と外傷を治しただけでまだ内部は治ってないんです。ミガドルエデンなら一瞬なんですけど、こちらでは私の力が全く作用しないので、オーラがあれば。役になったら服や髪が汚れるし、困ったものだよね。ソフィア、元気そうだね。はと、褒めて褒めて、よくわからない膨大な能力からちゃんと身を挺してみんなを守ったんだよ。偉いぞソフィア、ソフィアは俺の自慢の子だ。あ、ちょっと待って、じんじんと痛みが。ああ、まだ治ってないんだから。甘えたい気持ちはわかりますけど今は我慢してください。はあ、異質異能使わなかったらよかったよ。やっぱりそれだけ膨大だったのか。うん、不可能支配で解読不可能を利用すればよかったんだけど、すでにあの能力の影響を受けている人のことを考えたらリスクが多すぎて、最悪能力内にいる人全員吹き飛ばしてたかもだし。ソフィアのその判断力はグッジョブだよ。俺に任せてゆっくり休んでて、メリアも動いてるし。あれ、この人がまさかバハートさん、昨日までとは全然違うじゃないか。バハートちゃんの魂が壊れちゃったからね。エミエルは意識を取り戻したのか。いやはや、同じ度量だとソフィアちゃんには勝てないね。というかもう戦いたくないね。今でもトラウマだよ。それでバハートちゃんだけど、私が持ってた半分のバハートちゃんの魂を復元したものと、私の魂を混ぜて一つの魂にしたから見た目が変わっちゃうのは仕方ないよね。肉体は魂を映すツアー。でも肉体はバハートちゃんのままだから当分は自由に動けないし、オーラも使えないけど、あの状況から蘇生は奇跡だよ。バハートちゃんは一生分の運を使ったね。文字通り。目が覚めるのは当分先か。そうだね。魂が馴染むまでは昏睡状態だね。でも私がいるから肉体を借りて普通に生活はできるよ。それはどうだろうな。防衛軍の状況次第だな。休養が取れるなら休ませてあげたいけど。ま、私も働きたいわけじゃないからね。責任として面倒見るよって話。その時は頼むよ。さて、あとは。こんな時に外でうろうろするなよ。私は止めてただけだよ。耳がまた迷宮に入ろうとしてたから。エテリがうちを迷宮内で全然通用しなかったんだから行く意味ない。っていうからやろ。事実だよ。10分しか新規爆解できてなかったんだから、数時間私がずっと殴られ続けたおかげでなんとかなったんだから感謝してほしいね。エテル、虚構迷宮内の出来事を覚えているのか。だって、事前説明で出たら迷宮内の記憶がなくなるって言われたから普通記録に残すでしょ。海賊の特権を当たり前みたいに言うなよ。とりあえず私が見聞きしてきたものは録画してるから見たいなら見ていいよ。これでいいのか？うん、しっかり頭に手を添えてね。本当はおでことおでこが鮮明に映るんだけど。いや、それは旗から見たら犯罪の匂いしかしないので。どっちでもいいけどね。それじゃあ映すよ。強くなっとんや。せやけど時間が問題なんや。新規爆解の効果時間を増やせば。せやけどそれをするならあの主にこびるしかないんや。
もう少し年を取れば戦記爆開時と同じくらいの肉体になる。けどそこまで待ってたらずっと弱いまんまや。うちは強くなるんや。主の力を借りんでな。エテルはあんなこと言うとったけどうちならできるはずや。ハンドラの問題、こんなものが用意されているのか、厄介だな。目的、方法、成果、知る由もないだろこんなの、全部憶測だ、推理にならない。私が何も言わなくても理解してよ、っていうクソ面倒くさい人と同じ匂いがする。お前が他人のこと理解できないくせに、自分のことは理解してなんて都合のいいことしか言わないんだよな、会ったことないけど。大体把握できた。ファルドラの課題ってさ、絶対に解かないといけないの、問答無用に倒すとかダメなの。問題ないと思うよ。ダメだった時の話は言ってないし、でもある程度考えておかないと取り返しがつかないことが起きるかもしれないね。なるほど、自分で答えを持った上で対応しろってことか。簡単な話、生かすか殺すかみたいなものだな。エテル、どうにかファルドラの情報を得ることはできないかな。少なくとも、この方法を取った理由、くらいは知っておかないと目的なんて予想もつかないよ。それじゃあ、私の電脳支配でこのエリアの情報を集めようか。できるの？インストールすればいいだけでしょ。でもデータ容量すごいから映像の量も増えると思うけど。東京中のカメラ映像を物色している暇はないんだよな。そう考えたら無謀か。だから主様がオーラでファルドラの残り画のようなオーラを見つけて、そのエリアだけ絞って監視カメラデータをインストールすれば量も時間も短縮できるよ。なるほど、痕跡を見つければいいんだもんな。さすがエテル、賢いな。時間がないなら早く探して。よし、更新の練習にもなるし、一気にやるぞ。ダメだ、よく考えたら俺ファルドラのオーラを知らないし、こんなにも広範囲だと砂浜から特定の砂一粒を拾うくらい無謀だ。やっぱり拡大しても無謀か。エテルには悪いけど別の案を考えるしか。一般人か、うん、やっぱりダメだ、時間の無駄だ。は？いない？誰だ今の、あの距離から的確に俺を狙ったのか。どんな投擲スキルだよ、馬鹿げてる。もしかして俺は、見てはいけないものを見たのか？こういう武器には GPS の役割を果たすものがあるとメリアから聞いた。持って帰らないのが口か。エテル、悪いけど作戦変更だ。全然ファルドラのオーラが。残念、プレゼントのつもりだったのだけど、受け取ってくれなかったね。ならこれは返してもらうよ。オーブの剣はこっちが光側の実力を底上げするつもりで借りただけだから、バハートさんから受け取ってると思うけどね。誰だ？いない？敵意もなかったし。敵じゃないのか。ねえ、耳がまた迷宮内に入った。どうにかしてよ主。くっ、あのバカ、こっちも混乱してるっていうのに。ミエルが来たらすぐに入るぞ。どうせ情報は手に入らない。憶測で行くしかないだろ。その前に直してもらったらどう？血出てるよ。そうだな、ミエルならこれくらい。そうだ、ミエル、あいつ確かろ過騒動の時にファルドラとアランさんを治療してたよな。オーラ性質わかるんじゃないか。そうなの、なら聞いたらいいんじゃないかな。あいつ、早く来いよ。僕の負けか。今回は僕の全てをかけた策だったんだけどな。途中からなんとなくだけど感じてはいた。最初こそはうまくいっていたのに、どこか歯車が狂い始めた。他の正義側全員を抑えた。漁港迷宮発動のタイミングを最高のタイミングにも合わせた。なのにそんな時にベルディアの計画が破綻した。そこから僕の策でうまく圧制していたのに、イレギュラーが起きた。正直つくよみ隊長がここに来るのが早すぎた。それは摩天楼に現れた娘が原因だろうな。そう、徐々に世界は調整を始めた。都合がいいくらいに、このままだと僕は今の平穏を維持する運命の力に負ける。そして何事もなく悪として殺されるだろう。気づいてもらうしかないんだ。一人だけでも、僕の思惑を自らの力で理解する奴が、そいつが運命を変える僕の最後の希望だから。ここにいるのは細マッチョ日本代表じゃないか。奇遇だな、こんなところで会うとはな。いえ、人違いです。いやいや金融よ、お前の筋肉細胞見間違えるわけないだろう。大変な時なのになんでこの筋肉だるま空気を読めんだ。はい、一般人に絡む暇があるなら今の状況を確認するわよ。こういう時に仕事しないと各国からまた小言言われるわよ。話せ、俺のチャームポイントである前髪を掴むんじゃない。はぁ、目上の人間に敬語使えって教わらなかったのかしら。後でビリアン艦長に報告ね。無実の姉を、それだけは、兄者に怒られるのだけは。ふざけた名前で呼ばない？マジかよ、あの筋肉だるまを平然と。やっぱ、ただものじゃねえな、あの女。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。